富士通富士通モバイルコミュニケーションズアローズイズ12回アローズ ES イズ12回は富士通東芝モバイルコミュニケーションズによって日本国内向きに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで CDMHX ウィンタイオーストレート型スマートフォンである製造型版は富士12同社製 東芝ブランドのレグザフォーイズーイオン、イズレイオン f v の流れを組んだ極薄モデルである。スペックは NTT ドコモ向けに同時期に発売されるアローズミューカイ -07D と同等である。ただし、公式、テザリングに対応しない点や搭載アプリ、CPU、外形寸法など一部が異なる。通信方式は CDMA2001X。 CDMA2001ZEV DO MC LEV A に対応している。富士通ブランドとしては2期種目となる AU 向け、スマートフォンで有機 L ディスプレイを搭載した中堅モデルである。クワルコム製の CPU であるスナップドラガン MSM8655T を採用しており、サクサクタッチパネルと称する、滑らかで吸い付くようなタッチ感を実現している。防水性能に対応している。 ディスプレイ面には非常に傷がつきにくい米コーニング社製のゴリラガラスが採用されている。富士通東芝製の au 向け端末はこの機種より L800MHz タイエリアには期待用となっている。auic カードはマイケロシムタイプのものが用いられる。本体の奥行きは約 6.7mm で2012年4月現在 au 向けスマートフォン中最も薄い。 卓上ホルダーが本機の付属品として同梱。アローズ、ZISW11 回と共通のものを採用している。2012年1月20日発売のサムスン電子製、スマートフォンの Galaxy S2YMAXISW11SC、および LG エレクトロニクス製、スマートフォンのオプティマス x i s 1 1 l g 以降に順次発売される機種より、 au ブランドの新 CI ロゴデザインが採用及び刻印された。そのため、旧来の au ブランドのロゴデザインが刻印された既存の au 端末としては、本機が最後に発表された端末となった。なお、旧来の au ブランドのロゴデザインが刻印され、最後に発売された au 端末は2012年7月に追加発売されたウルバーノ・フェーラのソリッドシルバーである。 2012年4月1日付で、東芝の携帯電話事業撤退により、富士通東芝モバイルコミュニケーションズが、富士通モバイルコミュニケーションズに社名変更したため、本機種は富士通東芝名義の機種としては、最終機種となる。同じ2011年冬モデルのシャープ製スマートフォンの、アクオスフォーズ 13SH 同様、通常モデルの国内メーカー製の、 au スマートフォンとしては生産数が思いのほか少なく店頭からは早期に姿を消し一部の地域では販売できない状態になった。pc 向けウェブブラウザが標準装備されておりフラッシュコンテンツもフル表示可能。携帯向けサイトは他のスマートフォンや pc と同じく閲覧不可。ありがとうございます。